マックス・フェルスタッペンは最近3つ目のチャンピオントロフィーを獲得し過去2年間の圧倒的な活躍によりレッドブルと6000万ドルの契約を結んだそう考えるとマックス・フェルスタッペンが獲得できないものはないかもしれないしかし全てを所有しているにもかかわらず3度のチャンピオンは特定のミハエル・シューマッハ関連のテーマについてフェラーリのオーナーであるジョン・エルカンと契約を結びたいと考えている 現在の F1 チャンピオンであるマックス・フェルスタッペンは、元 F1 ドライバーのヨス・フェルスタッペンの息子である。フェルスタッペン、ジュニアは、シューマッハの父親が、偉大な F1 ドライバーのチームメイトだったため、幼い頃から、シューマッハのことを知っていた。興味深いことに、フェルスタッペンは、幼い頃、54歳の彼を、史上最高の偉人だとは思わず、むしろ、彼のことを、叔父と呼んでいた。 F1 インサイダールドットコムとのインタビューの一つで、彼は、この特別な関係についても言及し、3歳か4歳の頃、記録的な世界チャンピオン、ミハエル・シューマッハのことを、優しくて、家族思いのミハエルおじさんとしてしか知らなかったと語った。マックス・フェルスタッペンが、ジョン・エルカンに、ミハエル・シューマッハが望んでいることは何ですかマックス・フェルスタッペンは、レーストラックでのパフォーマンスからもわかるように、常にスピード強だ。長年にわたる彼の成功により、 今年は、最も高額な報酬を得るドライバーのリストで、トップの座を獲得した。純資産が、2億1000万ドルあるこの男の贅沢な欲望について知るのは、興味深い。ツイッターで広く拡散されたツイートスレッドによると、フェルスタッペンは、夢のガレージに置きたい数台の車について質問された。これに対して、3度のチャンピオンは、フェラーリのオーナーに話しかけるつもりだったという形で反応した。司会者は、あなたの夢のガレージに、 どの車を置きますかと尋ねた。これに対し、3度のチャンピオンは、タイトルを獲得した RB 全部だと答えた。しかし、彼は、シューマッハの F2004 で、タイトルを獲得したマシンが欲しいと、付け加えた。F2004 は、1999年に始まったフェラーリの成功をさらに拡大し、ミハエル、シューマッハが同じ車で、7回目、そして、最後のワールドドライバータイトルを獲得した。 オランダ人は付け加えながら言った。そして、シューマッハのフェラーリ F2004、素晴らしい車です。でも、どうやって買えばいいのかわからない。これはジョン・エルカンへの電話です。このインタビューを読んでいるなら教えていただければ幸いだ。F2004 は、他の多くのミハエル・シューマッハのアーティファクトと同様、伝説のドライバーに関連する、最も人気のあるアンティークの一つだ。現代の偉人でも、 この貴重な車のためには、たとえ莫大な費用がかかっても、夢のガレージにスペースを空けるつもりだ。しかし、それを買うためには、フェラーリのチームオーナーであるジョン・エルカンは、まず、3度のチャンピオンへ道を示さなければならない。コメント。フェルスタッペン、レッドブルが夢を語っています。あなたの夢のガレージに、どの車を置きますかタイトルを獲得した RB 全部。 シューマッハの F2004 でタイトルを獲得したマシンが欲しい。レーサーなんですね。残念ながら、私には、すごすぎてわからないところです。